本軍が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。逆に切り返します。切り返します。組みに行きます。コーナーに振った。カウンターで返します。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ボディースラムで叩きつけます。逆に返します。キチンシンク胃袋攻めです。腕を取ります。エルボー、顔面を捉えます。こうやってプロとして戦っていましたね。横頭悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですけどね。ああ、そうですよね。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。返してまいります。おっと、逆に捉えた。足を狙ってまいります。腕を回します。まさにクセモノ曲がりモノ、スティーブ・コリノ。さあ今宵も巧みな話術とアピールで対戦相手だけでなく観客をもコリノワールドに引きずり込んでいくのか。油断は大敵であります。掴んだ、サミング、掴みます。ハンマーを振りかざします。このポーズです。ガードします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。ロックアップ、あっと返します。あっとキャッチした。円錐切り、ストンピング、蹴りつけてまいります。張ってまいります。それにしても一瞬たるとで目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。メキシカン式の締めを見せてまいります。ブロックします。ドロップキックを放ってまいります。ラフサッポーに転じます。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。グーを打ち込みます。後頭部円錐、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。行くのか、対角線に飛ばした。走り込んでのエルボー、ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。させません。 DDT、 首根っこがへし曲がった。逆肩エブで一気に決めていった。組み合った、あっと切り返した。このポーズ、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。逆に返した、抑え込んでロープブレイク、すごい顔で打つ。逆水平、腕をフックした、あっと耐えた。腕を取った、
腕折りか。腰に手を回した。エルボーを入れていく。蹴っていった。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。チョッパー。いけるか。投げていった。強烈。あっと円錐切り。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。腕を回した。ストバックを狙っていく。引き起こす。円錐蹴り。ガチッと組み合った。あと逆に返した。足を狙っていった。キャメルクラッチの体勢だ。ここでロープブレイク。ガチッと組み合った。コブラが締め上げていく。抱えた。あと DDT。起こした。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。片エビに持ち込む。ここから大技2発3発持ってきたいですね。相手を挑発した。あっとキャッチした。バックに回った。小脇に抱えた。あっとうまく切り返した。2で返します。フックを打っていく。円錐蹴り。抱き起こす。バックを取って。あっとエビ固めで丸めていく。カウント 2.9。 今速攻ですね。後頭部痛だか。立たせていく。バックを取って。うっと、バックドロップ。起こす。バックドロップ。ロープブレイク。ロープブレイク。バックに回った。逆にバックに回った。小脇に抱えた。リバースで返した。カウントは2つ。組み合った。あっと逆に倒した。決めに行くのか。バックを取って、うまく切り返した。カウント2つで返してまいります。ガチッと組み合った。顎を下高に打ちつけた。あと逆に切り返した。顎を狙っていく。立たせていく。腰に手を回した。エルボーで切り返す。組み合った。15分経過。15 minutes go。 あっとそのままジャックナイフで固める。カウント3が入りました。3にも4にもなる好タッグ。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。
赤コーナーよりゼロワン高橋英樹、黒毛和牛太入場。冬木タッグマッチ時間無制限和牛タ一本勝負を叶えます。モモタモプロレスリングのモモタ113cm 卓球モモタモモタ三つモモタオーモモタ118cm 卓球赤コーナーゼロファン110cm 113cm 黒毛和牛タン118cm 105cm 高橋西永中一へしおれ澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、アキレス腱固めに入ります。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。行くのか、逆に振り返した。勝ってまいります。腕を取ります。脇固めに移行してまいります。ロープに逃れました。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。ロックアップ、返してまいります。スタンディングを取らせます。掴みます。ストバックに突き刺さります。打ち込んでまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ダブルで決めていった。逆に丸めていった。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね？ちょっと僕も想像つきませんね。ここでタッチです。
ってまいります。掴んだ、キックを打っていきます。チョップであります。抱えます。ボディースラムです。ラフサッポーに転じます。ロックアップ、コーナーに振って、ラリアット投げ倒し。リング上は逆片指固めの体勢。ガードします。あー、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。スイッチしてまいります。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。組みに行きます。逆に倒します。このポーズです。行くのか、コーナーに振った、あっと逆さずりにしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、逆に振り返してドロップキックを放ってまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。行くのか、あっと返します。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。お気をつけなさい。腕を捉えます。逆に腕を取ります。切り返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ここでタッチです。粘着質激しい、このサブミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。ストンピングです。腕をフックします。リバースで返します。逆に返します。スイッチしてまいります。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。行くのか、10分経過、逆に投げてまいります。キーロック、
ショータームシザース。組に行きます。お気をつけください。フロントからのキック、キックを打っていきます。逆片指固めに移行してまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。ああ、絞り上げてまいります。ロープにブレイクしました。あっと、逆に切り返した。返してまいります。あっと、エルボーブロックします。タックルでぶちかまします。そのまま足を取ります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。腕を回します。あっと、バックに回った。逆に返します。ここでタッチです。組み合います。対角線に飛ばした。さあ、連続で勝ってまいります。スイッチしてまいります。フロントからのキック、腕を取ります。逆に切り返します。アームブリーカーに取ります。ブロックします。ロックアップ、返してまいります。スリーパーに捉えます。15分経過。けさ切りで打ってまいります。組に行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。リング上はキャメルクラッチの体勢です。蹴ってまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。ストマックへの攻撃であります。掴んだ。キックで返します。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。あっと、キャッチした。パンチで返します。ショルダータックルで倒します。引き起こします。ストンピングを叩き込む。
ここでタッチだ。掴んだ。すごい顔で打つ。あっと返した。組み合った。あっと逆に返した。見栄を切った。あっと顔面を踏みつけていく。ガードした。カウントは入る。カウント2で返します。キック抱えた。ブレンバスターで切り返した。ここでスイッチ。奥歯を噛みしめた。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。首がために持っていく。ロックブレイク。いけるか。逆に返した。体を預ける。カウントは2つ。20分経過。ガチッと組み合った。あっと投げていった。そのまま締め上げる。張り手。読んでいます。まさに読み切り小説。トゥーカウント。腕をフックした。リーバースで切り返した。さあタッチ。ガジェット組み合った。あっと逆に投げていった。トップロープを狙う。急降下。膝バックだ。カバーした。カウント2つで返してまいります。組み合った。コーナーに振って、ジャンピングに、そのまま体固め。岩壁の母の胸に抱かれました。足を狙っていった。ブロックした。あっと返していった。気合を入れた。すごい音がした。いけるか。コーナーに振った。ジャンピングにストンピング強烈。組み合った。ロープに振った。を掴んだ。ハンマー気味のパンチ。打ってる方も辛いはずですよ。はい。あっ、逆にパンチ。さあタッチ。腕をフックした。打たせない。抱えた。外した。張った。ガチッと組み合った。場外に落とした。場外に移行した。強烈タックル。た
立たせていく。させません。いけるか。巻き投げで切り返した。引き起こす。小脇に抱えたバックドロップ。後頭部を痛打。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。あっと逆に投げていった。カバーした。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。場外に落とした。場外に降りる。組み合った。あと逆に倒した。エルボードラップ強烈。起こした。ガチッと組み合った。あっと切り返した。エルボー強烈。蹴り上げていく。組み合った。巻き投げで切り返した。リングに戻ります。ここでタッチだ。腕を取った。腕を取って切り返した。腕を狙っていった。30分経過。ラリアット抱き起こす。今ノアに入りましたよ。はい、ブロッキー状態か。強烈に締め上げる。すごい音がした。バックに回った。バックを取ってエルボーで切り返す。腰に手を回した。ジャーマン。綺麗な人間鏡。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。リバースで返した。バックに回ブラスゲージスピン。ジャーマン。カウントスリーが入りました。Thank you.
コーナーよりプロレスリングの杉浦隆史入場。さあ、グレコローマンの言う杉浦隆史がふてぶてしい表情で入場してまいります。赤コーナーよりゼロファンキングチョウ入場。さあ、南海の野獣がやってきました。キングチョウの入場であります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングの178cm 98kg 杉浦隆史。赤コーナーゼロファン118cm 120kg キングジョー、キングジョー、キングジョーレフリーマイティー井上杉浦。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。返してまいります。エンジン切り掴みます。意地を打ち込んでまいります。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。ガードします。腕をフックします。あっと、リバースで返してまいります。あっと、エルボー掴んだ。クラシカルなエルボースマッシュ、フロントから叩きつけます。エルボー蹴ってまいります。エルボーを入れていきます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。フロントに捉えます。リングっていうのはね、こう倒れた時にものすごい音がしますけど、リングの真ん中あたりが支えの鉄柱が入っているんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なわけですね。掴んだ。さあ、心臓に3本の太い毛が生えております。この杉浦隆史、30を過ぎた不良中年は今日もふてぶてしいファイトを見せるのか。ひもったま親父に怖いものなぞありやせん。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。
ハンマーを打ち込んでいきます。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ブロックします。打たせません。引き起こします。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。嬉しい逆十字の体勢、張り手。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、あっと倒していった。チョップとキックを打っていく。腰を落とす。エルボーで切り返す。エルボー強烈。このポーズ、あっとキャッチした。バックに回った。あっと返していった。あっと逆に切り返した。スピアーが突き刺さった。いけるか。あと逆に返した。2を落としていく。体を預ける。3つ入りません。担ぐか。エルボーで返す。バックを取って、あと逆に腕を取った。ロープブレイク。腕をフックした。危ない。もう点数だか。あとうまく切り返した。抱えた。あとフロントスープレックス。腰に手を回した。腕を取って切り返した。ロープに逃れました。組み合った。あと逆にパンチ。抱えた。エメラルドフロージョン。片口から垂直落下。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。あっと後ろに落としていった。立たせていく。ドラゴン行くのか。ドラゴンスープレックス。ヒールゲッバック。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組み合った。ロープに振った。そのまま叩きつけていった。抱き起こす。ラリアット投げ倒し。起こした。10分経過。バックを取って打たせない。フロントキック。腰に手を回した。エルボーで返す。いけるか。ロープに振って、ラリアット引き起こす。さあ首をかっ切った。バックに回った。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。蹴り上げていく。腕をフックした。あっとフロントからのチョークスイーパーか。腕をフックした。外した。組み合った。巻き投げで切り返した。さあここでゴングが乱打されます。コーナーよりザ・グラジュエート。
スコーピオン入場。赤コーナーより選手入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。グラジータッグマッチ時間無制限グラジー一本勝負を行います。いけー青コーナー185センチタッキースコーピオスコーピオスコーピオ192センチグラジー135キロザ・グラジーターグラジーター赤コーナーガンガンいけレッスン頑張れ頑張れオリジナルレッスン頑張れ頑張れ頑張れ西永秀一ちがゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。岩石落としバックドロップであります。逆水平を打っていきます。抱えます。 DDT で切り返します。肘を打ち込んでまいります。組み合います。逆に投げてまいります。カバーの体勢、ロープに逃れました。ロックアップ、コーナーに振ってラフサンポーに転じます。起こします。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。カバーに入ります。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。逆水平行くのか。あと返します。ストンピングです。足を殺してまいります。乾いた音が館内に響きます。行くのか。巻き投げで切り返します。返してまいります。
サイドを抱えます。バックドロップで叩きつけます。ここでタッチです。チョップがうなってまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。蹴りを見舞ってまいります。倒してまいります。このあたりの関節攻撃いかがです？うん、ちょっと浅いですかね。そうですか。逆にバックに回った。荒っぽいファイトを展開してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。ブロックします。逆に返します。打ち込んでまいります。そのまま叩きつけます。蹴ってまいります。エルボーを入れていきます。腕をフックします。フロントからのキック、バックを取ります。そのまま着地した。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。スイッチしてまいります。抱えます。エルボー、キックを打っていきます。パンチで返します。腕をフックします。ニーを突き上げます。ラリアット、ものすごい。そのまま全体重を預けていった。小股に挟んだ。打たせない。キック、蹴り上げていく。いけるか。ラッシュスイープ、かわず落とし、起こした。抱えた。顔面砕き式の DDT、 キャメルクラッチで強烈に締め上げる。あっと、バックに回った。逆に振り返した。ナダル式フランケンシュタイナー、雪山遭難約1名。ここタッチだ。ブラースキック、ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。ギロチンドロップ、強烈、強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。エルボーを入れていく。バックに回った。バックドロップ気味のチャンスエクリプス。首根っこをつかんだ。今ここに入りましたよ。はい、グロッキー状態か。ガードした。
り手を回した。バックを取ってバックドロップ。ストンピング、一気稼いに行く。させません。剛腕ラリアット。抱き起こす。ものすごい電車道放っていくのか。オリンプラスが降ってきた。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。肉体を躍動させる。フロントキック、いけるか。あっと逆に返した。見栄を切った。あっと返していった。全体重を落としていった。ギロチンを落としていった。フロントキック、頭を掴んで、あっと逆にキック、抜くのか。蹴り上げていく。15分経過、15分経過。キックを打っていった。ダイビングギロチン、回転を加えた。展開地タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、プロレスリングノア、力尾たけし、森島たけし入場。ユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーよりチャンピオンチーム、ゼロファン、トム・ハワード、ザ・プレデター入場。
巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。プレデター、ハワード、本日のメインイベント、ミキ行け、天下一タッグ選手権試合、森島、60分一本勝負を行います。ハワード、青コーナー挑戦者チーム、プロレスリングノア、森島くん、190cm 120kg、森島武田、191cm 130kg、いきよー、いきよー、武志、いき、ハワード、赤コーナーチャンピオンチーム、森島、ゼロファン、200cm 150kg、ザ・プレデター、プレデター、プレデター、119cm 114kg、トム・ハワード、ハワード、リム・阿部慎介、ハワード、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言、両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか、行くのか。ビクトル9からグラウンドに持っていきます。ロープでブレイクしました。掴みます。地獄好き、ロックアップ、倒してまいります、返してまいります。おっと、三歩式の締めを決めていった。抱えます、あとリバースで返してまいります、跳ね上げてまいります、張ります、組み合います、フライングメイヤーで倒します。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。肩をつけます。返してまいります。ここでタッチです。ブロックします。掴んだ、ハンマーが襲ってまいります。腰を落とします。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、気合を入れてまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、掴んだ、ハンマーを振りかざします。キックを打っていきます。ショートレンジのラリアットであります。組み合います。
き投げで切り返します。スイッチしてまいります。スリーパーホールドに入ります。キックで牽制していきます。逆に返します。掴みます。バット返します。レトロ調の技を繰り出してまいります。ロープブレイク、小気味のいいパンチです。行くのか。耐えます。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。バックを取ります。バックに回ります。おっと、グリーンベレー殺法か。打ち込んでまいります。足を抱えます。パンチで返します。掴みます。キックで返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。行きます。サイドからコブラツイストの体勢、組み合います。ボディスラムで投げてまいります。起こしてまいります。バリアット後頭部、引き起こします。腕をフックします。強烈に打ち込みます。ブレンバスターに取ります。砕きブレンバスター、ラフ殺法に転じます。行くのか。逆に振り返した。ここでタッチだ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。場外に落とした。ブランチャー、そのまま足を取った。頭を掴んでブロックした。組み合った。あっと、鉄サイクリングに戻ります。肉体を躍動させる。リングに戻ります。ここでスイッチ、蹴り上げていく。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。引き起こす。奥歯を噛みしめた。リバースで返した。ロープブレイク、ツープラトンで放っていった。場外に移行した。
場外に降りる。ガチッと組み合った。させません。掴んだ。逆に蹴っていった。起こした。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック。腕をフックした。正面から投げていった。エルボー強烈。くびれっこをつかんだ。15分経過。15ミリッツゴー。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。強烈。出た。ナンバーフィフティーフォー。気合を入れた。キック。頭を掴んでショートレンジ気味のラリアット。立たせていく。さあ、タッチ。引きをバックに回ってスリーパー。肉体を躍動させる。エクスプロイダーの体勢。打たせない。組み合った。あっと、逆に投げていった。小股に挟んだ。ハンマーを落としていく。蹴っていった。引っこ抜きか。あっと、返した。ロープに逃れた。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。気合を入れた。抱き起こす。トップロープを狙う。ダイビングしてるショルダー。ここでタッチだ。抜くのか。リバースで切り返した。カウント3つは奪えない。放っていくのか。
20分経過。トレンディングリーパワーパンチ強烈、肉体を躍動させる。起こした、あと耐えた、小脇に抱えた、バックドロップ、岩石投げ散る、カバーした、カウント 2.5、 まだまだです。ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した、キングコングにドロップ、ロープに逃れました、ブロックした、させていく、エルボーで切り返す、腕を回した、ブレンバスターで切り返した、掴んだ、あと逆にキック、エルボーを入れていく、組み合った、巻き投げで切り返した、起こした、今止まったんじゃないですかね、ノーテイストが打ちつけたか、引き起こす、バックを取って、バックドロップが綺麗にセンスを広げた、ガジェット組み合った、そのまま投げていった、キャッチした、至近距離からのライアット、ストンピング、いけるか、あと逆に投げていった、おたけびを上げた、掴んだ、ガードした、ラリアット強烈、抜くのか、あと逆に返した、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ、はい、コーナーに登って、急降下、ボディープラス、3つは入りません、引っこ抜きか、パワーボムだ、危ない、カウントリーテンキュー、抱えた、フロントキック、奥歯をかみしめた、コンプリートダスト、強烈顔面砕き、さあ決まるか、
コーナーより秋山純入場。さあ、冷たく燃えるこの男、審査隊革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。赤コーナーより選手入場。さあ、柔道世界最強の称号を引っ提げこの男がやってきた。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー188センチ110キロ秋山純。赤コーナーオリジナルレスラーレフリー打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。キックを打っていきます。組みに行きます。フロントから投げてまいります。カバーに入ります。返してまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます。行くのか、あっと、そのまま投げてまいります。スタンディングを取らせます。キック攻撃を見舞います。ローを打ってまいります。ロックアップ、パンチで返します。あっと、逆に捉えた。足を殺してまいります。組み合います。さあ、粘着質激しいこのサブミッションいかがですか？そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。ボディスラムです。あっと、キャッチした。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。張ります。俺を見ればノアがわかる、そう語ってはばからない男、秋山純。箱舟の船内で誰よりも働かせてまいりました。この男の冷静なプロレス頭、今宵は一体何を考えてるのでありましょうか。注目したいと思います。組みに行きます。そのまま投げてまいります。ローを打ち込みます。組み合います。逆に倒します。ニードロップ、
ロープに逃れました。行くのか、させません。フロントからのキック、腕をフックします。ネックロックに移行します。ロックアップ、切り返します。アップエルボー、組み合います。正面から投げを見舞います。返してまいります。ロックアップ、逆に返します。馬乗りからナックルを入れていく。乾いた音が館内に響きます。ガードします。マウントポジションからナックルを打ち込む。あっと、逆に捉えた。パンチで返します。ローキック、行くのか、逆に投げてまいります。ストンピングです。ブロックします。ハイキック側頭部、チョークスリーパーで締め上げます。組みに行きます。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、コーナーに振って、走り込んだのエルボー、ラフサッポーに転じます。起こします。抱えます。ノーザンライトが先行払った。ロープブレイク、エルボー強烈、組み合った。あっと、切り返した。フロントキック、ガジェット組み合った。スペーストルネードが見えを切った。キャッチした。強烈に叩きつける。強烈なキック、頭を掴んで、あっと逆にキック、いけるか。あっと逆に投げていった。打ち込んでいく。エクスプロイダーの体勢、一気にエクスプロイダー引き起こす。ジャンピングに起こした。抱えた。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。組み合った。あっと投げていった。抱き起こす。一気に両立するのか。エクスプロイダー、いけるか。手首をロックしたらエクスプロイダースイートフラッグ式。青コーナーより田植え明、小橋健太入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が一つになってまいります。
赤コーナーより大谷慎一郎、田中雅人入場。大谷タッグマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。田中さん、186cm、120kg、コバシコバシケンヌーター、コバシ190cm、120kg、タウェタウェアキさあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。いやらしい攻めを見せてまいります。掴みます、ラフ殺法に転じます、打ち込んでまいります、打たせません、掴んだ、エルボーを立ち上げます、組み合います、ロープに飛ばした、顔面へのキックです。気合を入れてまいります、そのまま膝を決めていきます、ロープブレイクです、腰を落とします、リバースで返します、ストンピングです、抱えます、逆に投げてまいります、ここでタッチです、掴んだ、このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、キックで返します、掴みます、高周波数の音が館内に響きます、ねちっこい展開に移行してまいります、打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けて
それをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。腕をフックします。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。スイッチしてまいります。全身でぶちかましてまいります。あと返します。ショルダータックル、足攻めに転じます。リング下に降ります。リング内に戻ります。あっとエルボー、汗がミストとなって飛び散ります。行くのか、逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。ロープに振った。ショルダータックルで倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。リング下に降ります。リング下に降ります。乾いた音が館内に響きます。掴みます。肘を打ち込んでまいります。あっとキャッチした。ねちっこい展開に移行してまいります。キックを打っていきます。チョップがうなってまいります。ロックアップ。あっと、お気をつけください。リング内に戻ります。組みに行きます。逆に振り返して顔面に突き刺さります。スタンディングを取らせます。行くのか、チョップを脳天に落としてまいります。させません。バックに回ります。岩石落としで叩きつけます。ドラゴンスリーパーに入ります。掴んだ。脳天チョップ。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。ストンピング、立たせていく。ローリングしてるチョップ。抱えた、外した、組み合った。ラッシュスイープ、カワズを出し、トゥーカウント。抜くのか、掴んで。もう気持ちだけで打ってますね。はい、カウントは入る。ここが踏んだとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。
力で締め上げる。完全に入ってますよ。ガチッと組み合った。コーナーに振って。スイング式の DDT。 ストンピング強烈。そのままアンクルホールドに持っていった。ブレンバスター行くのか。ビッシャーマンバスターに持っていった。トップロープを奪う。ショルダータックル、なぎ倒し、あっと返した。頭を掴んで、肩気味に入りましたよ。ブロック状況か。引き起こす。そのままボムで叩きつけた。カウントテン。ガードした。頸動脈へのトップ。ラリアットものすごい。さあ首をかっきった。奥歯をかみしめた。投げっぱなし、パワーバーム。あと逆に切り返した。ここでスイッチ。起こした。掴んだ。チョップからだけ。腕をフックした。強烈に叩きつける。レフトハンドのラリアット。抱き起こす。組み合った。対角線に飛ばした。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。腰に手を回した。ジャーマン肩に力を吹っ込んだ。熱すぎる戦いだ。歓声怒号が鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。湧いてこい俺の力。あっと逆に捉えた。あっと逆にパンチ。さあタッチ。起こした。首根っこを掴んだ。スピニングエルボー。さあ決まるか。カウント3つ。カウント3つ入りました。We'll be right back.
Global Honor the Crown。勝負に打ったから破壊なくして想像なし、破壊王橋本真也の出陣であります。ノアの名手ハイパーエルボー三沢光晴の入場であります。橋本、三沢、本日のメインイベント、三沢 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー01300ポンド橋本深夜、橋本赤コーナー橋本、プロレスリングノア250ポンド三沢光晴、三沢三沢、レフリー西永修一、橋本。今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。掴んだ、蹴りを見舞ってまいります。顔面へのキックです。掴みます、エルボー抱えます、ボディスラムで投げてまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ガードします、腕を捉えます。あっとエルボー掴んだ、エルボーを入れていきます。キックを打っていきます。行くのか。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、
確かに怪我っていうのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。あーっと、飛ばない。引き起こします。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ。キャッチした。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ドロップキックを放ってまいります。腕をフックします。パンチで返します。肘を打ち込んでまいります。腕を回します。打たせません。ロウを打ってまいります。組み合います。ロープに飛ばした。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。返してまいります。蹴りをぶち込みます。ロックアップ、ボディスラムです。ストンピング、蹴りつけてまいります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。フロントに捉えます。させません。掴みます。キックで返します。掴みます。逆に返します。組みに行きます。投げてまいります。起こします。首筋へのチョップです。起こしてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。アキレス腱固めに入ります。ロープブレイクです。ロウを打ち込みます。腕をフックします。簡単にはいきません。ノーキック、逆にバックに回った。肘を打ち込んでまいります。バックドロップの体勢、岩石落としで叩きつけます。コーナーに登る。急降下ボディプラス、肩が上がります。テイクダウン、間を取っています。スタンディングを取らせます。抱えます。耐えます。腰を落とします。エルボーを打ち込む。いや、気持ちだけで打ってますよね。はい、体を預ける。カウント2つで返してまいります。あっと、エルボーいけるか。あっと、逆に投げていった。さあ、がっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。腕をフックした。ジャンピング DDT、 カウントは入る。ロープブレイク、組み合った。逆に返した。一気に料理するのか。立たせていく。ガチッと組み合った。あっと、逆に倒した。エルボードロップ強烈。抱えた。ジャンピングしてろ DDT。 組み合った。ロープに振って10ミリッツゴー。そのまま倒していった。抱き起こす。腰に手を回した。ジャーバー後頭部痛打。打ち込んでいく。そのまま腕を固めていった。顎を狙っていく。引き起こす。決めに行くのか。
この組に入りましたよ。猛水に響いたか。そのまま耐え固め。ロープブレイク、ロープブレイク。爆殺シューティングか。起こした。いけるか。ロープに振った。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。あっと逆に切り返した。バックを取って、ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。フィニッシュに持ち込むのか。あっと返していった。エルボー、エルボーのルート。腕をフックした。DDT 前頭葉から突き刺さった。ガチッと組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。引き起こす。いけるか。ロープに飛ばした。エルボー、エビに固める。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。エルボー速射砲。抱えた。タイガードライバー決まった。カウントリーテック重低音話題とコーナーに振った。あとトリップしていった。立たせていく。いった。タイガー